皆様こんにちは、霊夢です。どうもマリサです。今回はトライアスロンレースクリアすると獲得できるトロフィー入手目指してプレイしていきます。まずは下準備として侵入ミッションを進めます。侵入ミッションは決められた自動車で開始できるサイドミッションになります。侵入ミッション用の自動車は CJ の自宅から西側のエリア、ここのアパート前にある黒い自動車がそうです。今まさに乗ってた自動車だね。そうだね。そして侵入ミッションできる時間帯は夜の22時から朝6時までになります。今現在の時刻は午前9時18分くらいだね。なので一度自宅でセーブして時間を進めます。セーブして時間を進めて22時過ぎになりましたね。侵入ミッション始められるね。そうだね。でも、ここで始めるより効率が良い場所があるので、まずそこに向かいましょう。この辺って確かローライダーカスタムガレージのロコローコーポレーションあるあたりだよね。そうだね。そして今回の侵入ミッションの監禁所が近い場所だったりします。そうなんだ。このあたりで侵入ミッションを開始しましょうか。侵入ミッションは他人の家に侵入して金目のものをいただくミッションです。要するに泥棒だね。はい、その通りでございます。こんな感じで制限時間までどんどん品物を運び出します。あ、気づかれたよ。大丈夫、すぐに部屋を出れば問題ありません。そうなんだ。ではここで侵入ミッションの攻略ポイントをお伝えします。うん、お願いね。今も言いましたが、気づかれたら一度部屋を出てください。そのままにしてるとどうなるの？警察に通報されます。まあ、そうなるよね。ですが通報されても警察官が現場到着するまでに時間がかかるので、その間に部屋を出ればまだ大丈夫です。なるほど。問題なのは警察官が現場到着して指名手配レベルがついてしまう状態で、こうなると部屋を出ても毎回警官隊に銃撃で集中砲火です。やばいなそれ。ミッション進めるのが難しくなるので、この点は注意です。了解。それからこの侵入ミッションのクリア条件ですが、盗品の換金合計金額が1万ドル以上になります。結構多いのね。そうだね。制限時間いっぱいまで品物を運び出していればほぼ目標金額になるはずです。そうなんだ。まあ指名手配レベルがつかないようにすれば達成可能ですよ。うん。あ、気づかれた。やばい、すぐに部屋を出ましょう。こんな感じで気づかれたらすぐ部屋を出れば良いんです。侵入ミッションの攻略は、音で住民に気づかれてもいいから、制限時間までとにかく品物を運び出しましょう。なるほどねえ、だんだんコツが分かってきたよ。さて、このあたりで動画のカットを入れます。ほぼ、運び出し作業動画だもんね。はい、夜明けの時間になりました。結構荷物詰め込んだね。では早速監禁所に向かいましょう。で、目の前にあるじゃん。なるほどね、ここでミッション始めた理由わかったよ。時間効率を考えると、ここで侵入ミッション進めるのが良いと思います。クリアー。これで下準備完了です。その下準備って？そういえばまだ話してなかったね。この侵入ミッションをクリアすると、CJ がダッシュした時に息切れしなくなるんですよ。そうなんだ。息切れしない？ここだけ聞くと地味な印象かもしれませんが、トライアスロン攻略のためには、必須と言っても良い能力です。
それでトライアスロンって始めるにはどこに向かえばいいの？ロスサントスのサンタマリアビーチですね。ただ、いつでも参加できるわけじゃなくて、土曜日と日曜日が開催日になってます。そうなんだ。この辺で現地まで動画カットします。サンタマリアビーチ灯台の近くのチェックポイントがスタート地点です。いよいよだね。 PS3 番トロフィー獲得目当てであれば、ここのトライアスロンクリア目指すのがおすすめです。そうなんだ。さあ、トライアスロン開始ですよ。まずは、水泳からだね。なんか CPU キャラたち、えらい速いのね。この水泳は CPU キャラたちの方が速いので、辛抱強く食らいついていきましょう。もうあんなに離されてる。大丈夫なのこれ？大丈夫。心配しないで、この水泳では先行するキャラたちはあまり気にせず、確実に自分のチェックポイントを通っていきましょう。了解。不安だ、不安だよ、霊夢。まあ、これだけ話されると不安になるよね。でも大丈夫、後半戦で十分追い抜くチャンスがあるから。了解。体脂肪が減ってきたね。これからまだまだ減ります。何せトライアスロンですからね。そろそろ自転車に乗り換えるポイントが見えてきたね。みんな早いなぁ、すごいなぁ。自転車に乗ったよ。ここでもライバルキャラたちが先行してますが、確実に自分のチェックポイントを通過することに専念しましょう。了解。不安になる気持ちもまあわかりますが、慌てて操作して不用意にコースアウトすると、タイムを大きくロスするので、そこは注意です。了解。
ところで今どこに向かってるのかな？ここの山道を抜けてサンピエロエリアに向けて進んでます。そうなんだ。ライバルたちを追い抜くチャンスがあるのは、サンピエロに入ってからなので、もうちょい辛抱です。了解。この辺もコースアウトしやすいので注意です。了解。ここのトンネルを抜けると間もなくサンピエロエリアです。了解。サンピエロエリアが見えてきましたね。おーおー、ついに来たかお待たせしました。ライバルたちを一気に追い抜くチャンスが来ましたよ。あいおーおー、今こそ侵入ミッションクリア特権でいた息切れしない能力を全開にするとき、さあマリサさんやっちゃってくださーい。うおー、いやー。素晴らしい、まさにぶっちぎり状態でエース。負けるかー。うおー、すごーい、けーマリサー。この坂道を登り切ればゴールだよマリサ。了解。もうすぐゴールだよマリサ、ともうちょい。だやー。ゴール。やったねマリサ、お疲れ様でした。
ありがとう、コントローラー掴んでる手が痛いぜ。そしてトロフィーゲットを。やったね。さて、当初の予定は完了しているので、この動画はこの辺で終わりたいと思いますが、実はもう一つ別のトライアスロンがあるんです。まだやるの？大丈夫、今度は私が操作担当するよ。そうなんだ。それでは次回はトライアスロン後半戦です。時間に余裕があればご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。